I ain't gonna go. Hey, what's going on, everyone? Jun here with Papa 英会話。今日は ain't の意味と使い方について説明をしたいと思います。アメリカのテレビや映画、音楽などが好きであれば、ain't は一度は聞いたことがある表現だと思います。ain't はアメリカのスラングの中でもちょっと汚いと言われておりますが、アメリカ人の日常会話では頻繁に使われる単語の一つです。今日はその ain't の意味と使い方についてご紹介をしていきたいと思います。Alright, are you guys ready? Let's get started! まずは ain't が何を意味するのかからスタートをしましょう。ain't は基本的に am not, are not, is not, has not, have not のすべての短縮形として使われます。しかし日常会話では一般的にam not, are not, is not この3つの短縮の表現として使われます。例えば、I am not going to go は、I ain't gonna go. You are not gonna go は、You ain't gonna go. He is not going to go は、He ain't gonna go. We are not gonna go.We ain't gonna go という感じで短縮されます。ain't は話し言葉で使われるインフォーマルな表現で、特に何かを強調したい時に使われることがよくあります。例えば、何回も断ったにもかかわらず、友達がしつこく、ねえ、カラオケ行こうよと誘ってくる時に、How many times do I have to tell you? I ain't gonna go. 何回言わせんの?行かないって言ったでしょのようにここでは行かないことを強調しているニュアンスがあります。中には ain't は結構汚い表現だ、間違った英語だと指摘する人もいますが、アメリカ人の日常会話では頻繁に使われる表現の一つなので、インフォーマルな言い方として覚えておくといいでしょう。その他、英語では ain't を使ったお決まりのセットフレーズがいくつかあります。例えば、友達の発言に対して本当にそうだよねと同意の気持ちを示したいときに Ain't that the truth ということができます。 Ain't that the truth は本当にその通りだ、君の言う通りだを意味します。またこんな表現もあります。 If it ain't broken, don't fix it。 このフレーズを直訳すると、壊れていないものは直すなになり、例えば同僚が問題がないのに何かを直そうとしたり、何かを解決しようとするときに If it ain't broken, don't fix it ということができます。この表現は何かがうまくいっているのに、システムがうまく機能しているのにいじろうとすると、かえって問題が起こってしまうことを表します。 I ain't walking, that's way too far. Let's get a taxi. 絶対に歩かない、遠すぎるよ、タクシー乗ろう。I called her a bunch of times, but she ain't picking up. 彼女に何回も電話したけど、電話に出ないよ。I got into a fight with my girlfriend, and she ain't talking to me. 彼女と喧嘩して、彼女が口を聞いてくれないんだ。You don't know what you have until it's gone. Ain't that the truth? 失って初めてその大切さがわかる。本当にその通りだよね。Ain't は子供から大人までアメリカ人の日常会話では頻繁に耳にする表現の一つで、一般的には am not, are not, is not の短縮形で使われます。しかしその他にも、例えば ain't nobody here というと、これは there is nobody here の略した言い方で、ここには誰もいない、例えばバーに行った時にガラガラの状態の時にAin't nobody here ということができます。その他にも I ain't got no money というと I don't have any money を省略した言い方で、お金がないよを意味します。 Ain't は特にアメリカの音楽でよく耳にする表現の一つで、多分理由の一つとしては響きがいいんでしょうね。 Am not とか Is not, Has not, Don't っていうよりは Ain't と言った方が流れ的にリズム的にもうちょっとスムーズだと思います。なので皆さんも、もしアメリカの音楽を聴くチャンスがあれば、 ain't が使われているかどうかをチェックしてみてください。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをチェックしてください。 Thanks for watching today. You guys have an amazing day, and I will catch you again next time.
Take it easy, guys. Peace.